DJI ミニシリーズの最新作 DJI ミニ4 Pro とその以外のですね、ミニシリーズの比較表のリークが出てきました。はい、どうもサラクールです。今日は2023年9月23日土曜日になります。今日の話題なんですが、 DJI ミニシリーズの最新作 DJI ミニ4 Pro とそれ以外のですねミニシリーズとの比較表、そちらの方がリークされてきましたので、皆さんと情報シェアの方をしていきたいと思います。でですね、 DJI ミニ4 Pro も間もなく出てくると思われます。9月25日の午後10時こちらの方にですね出てくると思われます。まあこちらの方ですね、すでに DJI の公式の方でティザーとして出てきますので、まあ間もなくというところだと思うんですけども、今回ですね、まあリークとして出てきたのは DJI ミニ4 Pro とそれ以外のですねミニシリーズの比較表、こちらの方がですねリークとして出てきております。あとですね、 DJI ミニ4 Pro の機能のところ、こちらの方のですね紹介ページというものもですね軽く出てきてますので、まあ、そちらの方ですね皆さんと情報シェアの方していきたいと思います。こちらですね、両方とも X の方でクアドロニュースがポストしてきた内容ということになりますので、そちらを見ながらになります。ではですね、早速見ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、まずですね、機能のところのリークということで、こちらですねクアドロニュースの方が、ポストしてきた内容になっております。まあ、こちらですね、イタリア語で書かれてるんですけども、まあ、こちらの方ですね、簡単ですけど、機能が書かれてます。まずはですね、まあ、アクティブトラックがついてるということになってます。飛行時間に関しては、まあ、34分ということで、これはですね、インテリジェントフライトバッテリーのノーマルなものだと思われます。こちらの方は、インテリジェントフライトバッテリープラスの方は、さらにですね、まあ、40分以上飛ぶようなですね、仕様になってるかと思われます。あと、電装に関しては、こちらですね、FCC でね、20キロと。いうことになってます。まあ、日本ではですね、DJI Air 3と同じであれば10キロということになるかと思われます。あとですね、夜間の撮影ができて、画素数も増えたということでですね、10億色のですね、色がですね、得られるというようなことがですね、書かれております。あとですね、アドバンストリターンとホームがですね、使えるというような形になっております。まあ、こちらの方ですね、機能としてですね、簡単に説明されてきております。で、続いてがですね、まあ、ミニシリーズとの比較ということになります。まあ、こちらですね、ミニシリーズの比較表ということでですね、出していきたいものになっております。でですね、こちらの方の比較表を見てみると、動画の方ですね、私としてはですね、ちょっとね、びっくりした情報もですね、今回出てきております。ではですね、見ていきたいと思います。まあ、こちらもですね、まずイタリア語で書かれてるんですけども、それぞれですね、左から DJI ミニ4 Pro、DJI ミニ3 Pro、DJI ミニ3と順番に並んでおります。まずですね、重量に関してはすべてで 249g 未満ということになってます。まあ、こちらに関してはですね、インテリジェントフライトバッテリープラスを使った場合は、まあ、290g になるかと思われます。で、CMOS センサーの方はですね、すべてなんですけども、1.3 分の1インチ CMOS センサーがですね、使われているということになっています。あと、縦型撮影ですね。こちらはですね、まあ、DJI ミニ3 Pro からですね、ずっとそうなんですけども、まあ、全部ですね、できる仕様というような形になってますので、まあ、SNS とかで上げるときにはですね、真のですね、縦型撮影がですね、できるというような形になっております。続いて動画のですね、解像度になるんですけども、DJI ミニ3 Pro とかはですね、4K60fps、で、HDR の場合は 4K30fps になってまして、DJI ミニ3の場合は HDR の 4K60fps になってるんですけども、今回の DJI ミニ4 Pro はですね、HDR 4K の 60fps まで撮れるということなので、今回の HDR ですね、4K の 60fps までですね、対応しているというような形になっております。で、スローモーションに関しては、DJI ミニ3 Pro がですね、1080p のフル HD の 120fps だったんですけども、今回の DJI ミニ4 Pro はですね、4K の 100fps ですね、スローモーションが撮れるというような形になっています。ちなみにですね、廉価版の DJI ミニ3 はですね、撮れないというような形になっています。で、続いてですね、カラーリングなんですけど、こちらがですね、ちょっと私がびっくりした点になっています。まあ、DJI ミニ3 はですね、まあ、ノーマルしか撮れなくて、あとですね、DJI ミニ3 Pro の場合ですね、D シネライクということだったんですけども、今回ですね、まあ、D ログに対応したということで、10ビットの D ログ M に対応したということと、さらにですね、HDR、これは真の HDR が撮れるということなんですけども、HLG と言ってですね、ハイブリッドログガンマという形で撮ることができます。この HLG で撮ることによって、まあ、例えばですね、YouTube とかでも、ちゃんとですね、HDR という形でですね、こちらの方動画再生することができます。これですね、かなりね、びっくりした点になってます。今までのミニ
ニシリーズでは、まあ、D ログとかですね、HLG の方開放されてなかったんですけども、今回の DJI Mini 4 Pro の場合は、こちらのですね、D ログ M の 10bit、あとですね、HLG ハイブリッドログガンマ、こちらの方がですね、開放されて、HDR の動画とか、D ログのですね、動画とか、こちらの方ですね、あとですね、自分の方で編集してですね、カラーコレクションとかカラーグレーディングですね、できるようになっているというような形になっています。今までですね、DC ネライフしか使えなかったので、まあ、こちらの方がですね、開放されたということですね、私としてはですね、かなり衝撃的な部分になってますし、これに関してはリーカーの方も、DJI Air 3のですね、ミニマージョンと言ってる意味がわかりました。DJI Air 3の場合はですね、望遠カメラがついてるんですけども、こちらの方ですね、望遠カメラなしバージョンの DJI Air 3のですね、小さいバージョンということでですね、まあ、こちらの方をね、撮れるというような形になってるかなと思っております。あとですね、伝送なんですけども、まあ、こちらの方ですね、まあ、FCC の方で書かれております。まずですね、DJI Mini 3 Pro の場合は、DJI O3 が使われてますので、まあ、12キロということになっています。で、DJI Mini 3の場合ですね、DJI の O2 ということで10キロ。でですね、DJI Mini 4 Pro がですね、DJI O4 ということで、DJI Air 3と同じですね、伝送が使われているのは20キロということになっています。こちらに関しては、FCC といってアメリカの規格になってますけども、まあ、こちらですね、DJI Air 3と同じですね、まあ、日本の規格になっていると思います。まあ、日本の規格の場合はですね、こちらが10キロ、で、こちらが8キロ、こちらが6キロということですね、一番ですね、DJI Mini 4 Pro がですね、まあ、遠くまで届くというような形になっていると思われます。あと最後ですね、開始システムのところなんですけども、まずですね、DJI Mini 3 Pro の場合は前と後ろと下というところで、で、あとですね、DJI Mini 3の場合はですね、下だけということになっているんですけども、今回の DJI Mini 4 Proはですね、全方向の回避システムになっているということになってます。まあ、こういうところもですね、含めて今回ですね、DJI Mini 4 Pro ですね、かなり改善されているかなと思っております。で、繰り返しますけども、私としては衝撃的なのはここの部分で、まあ、D ログ M 10bit と HLG が撮れるということと、まあ、スローモーションに関してもですね、まあ、4K の 100fps で撮れるということで、スローモーションの方もですね、4K がですね、解放されているというような形になっております。なので本当にですね、DJI Air 3のですね、メインカメラと同等のものがですね、このですね、DJI Mini 4 Pro でもですね、撮れるというような形になってまして、中望遠カメラとか使わない場合であればですね、まあ、DJI Mini 4 Pro を買ってもね、いいんじゃないかなと思っております。はい、ということでですね、リーク情報としては以上となります。はい、いかがだったでしょうか。今回ですね、DJI ミニシリーズの最新作 DJI ミニ4 Pro とですね、他のミニシリーズとの比較表というものがリークされてきましたので、そちらの方皆さんと情報シェアの方をしてきました。私としてはですね、もう何回も繰り返して申し訳ないんですけども、今回ですね、まあ、D ログ M 10bit と HLG こちらの方がですね、開放されてたということがですね、かなり衝撃を受けております。あと加えてですね、まあ、スローモーションがですね、 4K100fps まで撮れるということで、今回スローモーションに関しても、まあ、4K まで撮れるということで、これですね、まあ、DJI Air 3の中望遠カメラを覗いたような動画をですね、撮ることができるということなので、メインカメラだけ使うんであれば、まあ、DJI Mini 4 Pro で十分だということだと思われます。なのでですね、私としてもこれはですね、まあ、かなり期待ができるかなと思ってます。で、私はですね、当初ですね、 DJI Mini 4 Pro が出た時はただ単にですね、前足にですね、アンテナが生えただけで、伝送距離はですね、伸びた程度かなというふうなことをですね、思ってたんですけども、それ以外のところもですね、バッチリといろいろとですね、改善してきているし、本当まさにですね、 DJI Air 3のミニバージョンといってもですね、過言ではないのかなと思っております。ただですね、台風性能としては、まあ、軽いというものがありまして、まあ、物理的な部分であるんですけども、まあ、スペックはですね、もしかして同じかもしれないんですけども、まあ、実際飛ばしてみるとエアシリーズとかですね、あとマビック3とかに比べたらですね、台風性能がね、落ちるかなと思うんですけども、どんどんミニシリーズも台風性能に関しては上がってきてまして、特にですね、 DJI Mini 3 Pro が出てきてからはかなりですね、安定してですね、飛ぶことができているので、まあ、今回ですね、 DJI Mini 4 Pro はですね、十分性能ですね、発揮するかなと思っております。私はですね、こちらですね、 DJI Mini 4 Pro は、まあ、出たらですね、買おうと思ってまして、まあ、レビューの方もね、していきたいと思っております。はい、ということで、ね、今日の話題は以上となります。この動画がよろしければ高評価ボタン、あとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。随時最新情報もアップデートしてまいりますので、ベルマーク通知ボタンの方もオンにしていただくとありがたいです。このチャンネルはこのような話題とかドローンのノウハウ、新製品のレビューとか行ってたりします。私のチャンネルはメンバーシップの方を開設しております。
月額290円でとりあえず応援したいというコースを、月額690円で質問してノウハウ動画優先見たいという2つのコースを用意しております。今月額690円のコースはいよいよ始まりましたドローン操縦ライセンスの教則の解説を行っております。全11回と3回の補足動画、学科試験の想定問題を60問作っております。最近では実地試験の公示編対策の動画も作りました。第2回目に関しましては一般公開しております。この動画の概要欄トップ等にそのリンク先を貼っておきますので、まずはそちらを見ていただいて、もし他の回も興味がある方はぜひメンバーシップの参加の方よろしくお願いします。メンバーシップの参加方法なんですが、私のチャンネルのトップの方にメンバーになるというボタンがございますので、そちらから入っていただくとメンバーに参加することができます。ぜひともよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしたいと思います。以上、サークルでした。さよなら。バイバイ。